あれ、私の声は届いていますか？私の声は届いていますか？ちょい忙しや。面目ねえ。ちょい忙し。うわー、なんか降ってきていっぱい。うわーうわー、ありがとうございます。うわー。何これ、何がぐるぐる回ってるわけ。わー、すごい。ずっとラジオだったから。初めまして。理解やでー。言えまして、痩せた？取ったんだよ。なんかすごい眩しいんだけど、これ私だけ？ああ、まあ切ったっていい切ったっていいがって感じだな。どうしよう。まああった方がいいか。もう短時間でいろんなことが起こりすぎてる。私のブラジャーは見つからないわ。大谷翔平は結婚するわ。それと同レベルなのやばくない？ブラジャーちょっとそう、あとそう、私のブラジャーと同レベルなのやばいけど、私の中ではすごい大きな問題だったんですよ。それちょっと短時間でいろんなことが起こりすぎてて、ちょっと今私は何をどうしたらいいのかよくわからない。ブラジャーが見つからないんですよ。さっきから探してるんですけど、消えました。でそうかと思えば、なんかカラフルなあられが降ってきた。ありがとうございますカラフルなあられが降ってきて、そう、金玉が横に流れていった黄色い玉ね、黄色い玉、うん、が横に流れていった。ギフトで言うとごきげんよう。ごきげんよう。大変だ今日は。初めましての人は大丈夫そう？大丈夫だよ。こういう女だって最初に思っといてもらった方が助かる。過度な期待はしないこと。
ばいね。さっきだよね、ほんとニュース出たの。私さ、こういう顔でネットニュース見ててさ、ってなった。そうだよね、まだわかんない。私かもしれないし絶対にないことだけは確かなんだけど、まあ私かもしれないよね。日本人女性のうちに入ってるから一応。どう？でも入ってるって入ってるくない？私が大谷翔平さんの怪我釣り動画ね、よくあるよね、そういうの。妹ですとか、私かもしれない、もしかしたら LA からの配信なのか。そうです、ここはロサンゼルス。すごいね。でも誰なんだろうね、みんな今躍起になって探してるんじゃない？誰だ誰だって。すごいな。そんな、なんか世界の話題の中心みたいな人と結婚する人やばくない？だって世界の人が知ってるわけじゃん。やっぱすごいよねそれって。すごすぎて耐えられないかも。え、そう、よっぽどのさ、このなんていうの、人じゃないと。精神的に辛そうだよね。精神面強い人じゃないと。すごいね、びっくりした。私も見てて。でも私より年下？年上か、1個上2個上くらいだよね。まあ、そしたら適齢期ちょうどか引退まで結婚しないとか思ってた。ああ、まあそれはね、人それぞれなのでおめでとうございますだよね。すごいよね何歳？29歳ってことは私の3つ上？2つ上？わかんないけど、
適齢期か。すごい理想だね。29歳で結婚。女の子はもうちょっと早くてもいいだろうけど、男性って30前後ぐらいじゃない？あ、30超えてもうしばらく経つのに結婚してない人たちがいるんだった。やばいやばい、ぐさ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 。ね、ちょっと待ってて、すぐ帰ってくる。ね、これ見える？見える？これ、見えない？ OK。ちょっと待ってね、着替えていい？あの服は見つかってるから、どれ着るかちょっとすぐ着替えてくる。ちょっと待ってて。
え、どうしよう、ちょっと変かも着てみたはいいもの、ちょっと変かもしれん、ちょっと待ってね、そういう日ってない？で最後にさ、その選んでたやつに戻ってくるみたいなやっぱこれだわっつって、最後にまたそれに戻ってきて、結局今までの時間何だったってなるやつない？まあ、少なくとも女子にはねあるんですよ、そういう日が。決めててもなんかみたいな、が違うんだよなってなって、いろいろ試してみた結果やっぱ最初のやつだわってなるやつ。今ねそれに陥ってるから、ちょっと待ってね。あるよね、え、あるよね、え、私だけかと思ってた、あ、え、あるよね、それなんすよ今、マジそれ。どうしよう、どうしよう、はい、どうしよう、どうしよう、え、ってかこれみんなに、みんなに見てもらえばいい話じゃない？うん、ってねえ、俺らがいるじゃんって言ってよ俺らがいるじゃんって言ってよね、変？もうなんかさ、ここがさ、おっと、こうなり、こうなりたい、まるでこのリボンから袖が出てますよのやつにしたい。なんかなかなか、うん、なかなか変、なんか変、変？かわいい、かわいい、かわいい、見えてないっていう感じだよね、なんかこういうやつあーこうやつかわいい、いい感じ？俺らがいるやんって言ってよ、変かなって聞いてるんだから私が。え、でもさ、え、なんかその大谷選手の話の続きなんだけどすごい戻ってくるじゃんっていうなんか私も今、私の数少ない友達が、あの、何だよ、結婚ラッシュの。で、なんか、リカさ、って、生誕祭とかやってて、すごいセンスあるからさ、みたいな。お花じゃなくて、なんだっけ、なんとかバルーン、アニバーサリーバルーン、なんだっけ、忘れちゃったんだけど、やってよって言われたの。え、待って、わかんない。やってんのがファンだなぁ。センスいいの私のファンだなってなってもうえ OK って言ったけど、どうしたらいいか分かんなくて、今いろんなのこう見漁ってたんだけど、いろんなそのね、ウェディングのなんていうのディスプレイを見漁ってて、でなんか、エリカセンスあるからやってよって言われたの。別にそれはいいよ、それは全然いいんだけど、でもなんか生誕祭とかでさやってたじゃんみたいな、 あれやってんのファンなのよってごめんね、あれやってんのファンなの全部っつって、うん、だからどうしようと思って、え、ちょっと相談に乗ってえ、なんかさ、何が好きなのって聞いたら、なんかアナ雪が好きらしくって、アナ雪とトイストーリーが好きで、
そうで、それをこう探してたんだけど全然見つからなくてそう、なんかミッキーとかミニーならあるんだよ。でもなんか、うん、でしかもなんかそのどっかに頼むってなってもなんかなんて言うんだろう、あんまりこうほらお金かけすぎちゃうの迷惑かけちゃうし、どうしようみたいな。でちょっとすごい今悩みに悩んでるどうしようかなって。トイストーリーの方がカラフルになりそうね。私も思った。なんかトイストーリーってさ、なんか箱にさ積み木みたいなのにさ、なんかトイみたいな、なんかわかる、こうアルファベット書いてあるみたいな中に風船、カラフルなウッディとかバズとかジェシーとかの色の風船を入れて、赤とか黄色とか緑と紫とかそういうのをこういっぱい詰め込んで、そのイニシャルを2人のにするとかどうだろうって思ったの。でもじゃあこの具体的なやつをやってくれる店いつどこって感じじゃないだからそう似たようなそのトイストーリーをこうモデルとしてやってるそのやつを探してたんだけどなかなか見つからなくて、うーんって思って、そうで今アナ雪を探してるんだけど、アナ雪だとめっちゃ雪になっちゃうから言ってる意味わかる、めっちゃ雪になっちゃうけどっていうか、ま、季節感とかっていう感じじゃない、多分春頃だから。そうどうしようと思って、で今必死に調べてる必死に調べてんのよ、うん、いっぱいいっぱいさ、なんかやっぱり可愛いのにしたいじゃん。でディズニー私も好きだから、なんかディズニーっぽいのがいいって言ってて、だ多分それで多分私に言ってきてるから、そうそう、アナ雪かと思って、アナ雪だとなにがいいんだろう。もしアナ雪だとしたら、なんかシャボン玉出す機械とかやるもうなんかシャボン玉出す機械とかやったらいいかな。雪っぽくない？ちょっとなんかふーみたいな、スノードームみたいな置いたらいいかね、大きいのに。で風船で水色、青、白、シルバーみたいな風船をこうアーチにして、で雪の結晶みたいなこのなんていうののを、まあ、画用紙かなんかで作って貼る。よくない？でスノードームいいよね。ちょうどなんかミキミニのやつがある気がする、スノードームだと。でね、いいよね。それにしよっかな。どう？
アナ雪の方がやりやすそうか。いやいや、だからそこ具体的に案は浮かぶけど、やってくれそうな店いずどこって。でわざわざ新潟行ってさ、新潟の新潟の生誕祭御用達のところにさ頼むわけにもいかないじゃん。いや難しいよね。突然さ、でもさ NGT ができてさ、その お花屋さんかな、スタッフらやってくれてるところとかもさ、多分さ年々さ技術が匠の技みたいなNGT のおかげでさ、なんかもともとそういうのあんまやらないかったのに、すごい技術が向上してきてさ。そうだ、 NGT と共にあるからみんな一緒のところで頼んでるよね多分。どうなんだろう、わかんないけど、だいたいさここで頼むよみたいなお花屋さんあったりするでしょ。え、そうじゃないと思ったんだよ。だってファンはさ、ファンズテにさ、なんかここいいよみたいな、やってくれるよみたいな言って、そこになるわけでしょ。みんなあそこしかないと思ってる逆にね。だって私だからそれ頼まれて、自分の生誕祭の写真見返してたの。下さん、なんかラプンツェルの塔みたいなやつ作ってて、すごっすげえってなって、花でさラプンツェルの塔みたいなの作ってなかった？作ってて、でその次のやつとかもハートの形にしてくれてたりとか、なんか風船いっぱいの時もあったよね、バルーン。だからなんかバルーン業者なのかなって思うぐらい。あれは別なの、またお花屋さんでしょ。だからあのお花屋さんやばいと思うよマジで。どんな何人でもできる。新潟にエキスパートを生んだオタクたちだよNGT のオタクが新潟にエキスパートを生んだ。まあもともとすごかったんだろうけど、よりね。だってファンからしたらさ、こういうのやってほしいですみたいな、めっちゃ言うじゃん。で新潟でそんな依頼ってあんま来ないと思うの。じゃない？普通に NGT がなかったらね、なんかそりゃいろんなね、夜っぽいお店の人のとか、あと何、それこそアイドルさん、地方でアイドルさんやられてる方のやつとかぐらいじゃない？うちは人数も多いしさ、毎月誰かが生誕祭みたいな感じの時だってあるわけじゃないですか。だからね、よりエキスパートになって帰ってきた。え、だからなんか私は会ったことないけどありがとうと伝えたい毎年毎年あの NGT のね子たちのスタッフらを作ってくれてありがとう。新潟でさそんなことできる業者あんまりないと思うよ。だって私なんか特にめんどくさい、ラプンツェルのやつやってくださいとか、めんどくさいじゃんハート型にして椅子とか置いてとか言ってたからさ。あ、卒業の時の一個前がハートのやつだよね、おつぼね公園でやった、おつぼねの衣装でやったやつで、クラクラの時が
ちょっと白っぽいリーキャンディーのやつよね。で、その前がラプンツェル、その前がショールームみたいな感じだった気がする。だから K？ 違うわ、その後もう一個やってるわ、なんだっけ。わ、その後もう一個やってたやつなんだっけ、なんだったか忘れちゃった。月のように輝くリカ姫ごきげんよう。はい、ごきげんよう。リカちゃんによれば、女性が結婚した後働くことは必要ですか。うーん、私思うんだけど、働いてないと逆にしんどくない？いや、なんかよく冗談でさ、なんかもう働きたくない、ニート最高みたいに言ってるけど、なんかじゃあずっとその人と結婚したら一緒にいるってなった時に、やっぱりちょっとさ、なんか見たくなかった面とか嫌だった面もさ見えてくるでしょ多分。そうなった時に、なんか仕事っていう別の、私はね私はそういう逃げ場じゃないけど、だって対人だから言ったって他人だし、血はつながってない人と人の話なので、なんかそういう時にやっぱり疲れちゃうと思うんだよ、ずっと一緒に行ったりとか。じゃあ相手だけそのお仕事行って自分が家で待ってるとしても、なんかちょっと申し訳ないなっていう気持ちも生まれそうだし、じゃあ家のこと完璧にやってくださいって言われてもそこまでのポテンシャルないし、だからなんかその逃げれる場所じゃないけど、仕事してるから、私も仕事してるからっていう、そのなんか何、いろんなことの免罪符そりゃお金ももらえるしさ、がないと私は無理だと思うんだよね、普通に一般人として考えた時に。やっぱうん、で中井理香として考えた時にもやっぱりそれは本当にそうで、私の場合あのファンの人たちと触れ合う時間がないと精神が崩壊するのだからなんだかんだ言って俺らいなきゃダメだからなって言われるのは腹立つけど合ってる、うん、腹立つけど合ってんの、うん、腹立つけどね正直いや、リカちゃんなんだかんだ言って俺らいないとダメだからなっていうのは腹立つけど合ってる、うん、そうなんだよね結局。どんなにやっぱイケメンがいいとか言ってるじゃん、でお前ら結婚できなくてさとか言ってんじゃん。だからなんか私にはこう息抜きじゃないけど、やっぱりその私を好きでいてくれる人がいるっていう安心感がやっぱり欲しいんだと思う、中井理香として考えた時にね。それは違う言葉で言うと承認欲求だったり、なんかその自己顕示欲だったりするのかもしれないけど、なんかそれだけじゃない何か、その今まで思い出をその共有してきた、優しいとかじゃなくて私の話ね私がどう思ってるかの話ね。だから別に優しさとかじゃないのこれは、私がの問題どっちかっていうと優しさで言ってるんじゃなくてガチの話で、なんか
まあそうそうだね。だからその結局例えば好きな人ができたとしてもそれだけで私の人生成り立ってるわけじゃないっていうか私を作り上げてる要素の中にファンの人たちも入ってるしスタッフさんも入ってるしっていう感じじゃん。中井梨花ができる過程みたいなことで、それはで誰よりも人といたくないけど誰よりも人の助けを必要としてるのが中井梨花っていう存在なんですよ一人じゃ生きていけないことは重々承知しつつもたまに一人になりたい時はあるよみたいな、そのなんか天の弱みたいな人なんですけど、結婚はしないんだけど、だからなんかあのそれがあるからなんて言うんだろう、うん、こうなっちゃうんだけど本当はなりたくないみたいなわかる？そこなんか心のパーセンテージをこうなった時、私はじゃあ跳ね返ってきた時全部苦しいんですよじゃなくて分散させておきたいっていう、こうひ筋なんではいかないところが好きいやでも本当にそうなの。いくら私がじゃあ、 あの誰々と熱愛が出ました結婚しましたって言ったって、私はファンの人がいないと無理だし、だからリガちゃんもう結婚したら知らないやつってどっか行くとするじゃんみんな。そしたらえみんなどこ行ったの、どっか行っちゃったってなっちゃうから言えなくならないでねって散々言ってるんですよ私は。どうなっても運命共同体だから、私の中でやっぱりファンっていうカテゴリーがでかい、これ何回も言ってるけどそうなの。じゃないと卒業の時あんな大事な手紙でそうは書かないし、やっぱり卒業発表の時に話したことが全部本音で、あれは何も用意せずにまあ話せるやろと思ってノリで行ったから、あのなんかグダグダになったんだけどでもその時の子がやっぱ一番本音で、そうやっぱりなんか今までじゃあ思い出を共有してきた人たちとじゃあもうここから関係ありませんさよならってなるのがあまりにも寂しかったっていう、そうだからそう続けたわけですね別に好きじゃないけどやってるわけですよ。えみんなどこ行っちゃったちょっとかってそっか1回目そっかってだから、えでもしかも私好きな人とじゃあ 1対1対人になった時なんか急に無理な気がする。結局本当に腹立つけど、本当に腹立つんだけど、そう、いっぱいありがちゃん、俺らいないとダメなんだよな、みたいなやつは、腹立つけどあって。りがちゃんが電源撤回するのって、ん？配信で変なこと言う以外の芸能界残るって発言くらいしかないもんなそうだね、そいつは居酒屋にいますが、あ、焼き酒してた焼き酒してる人だ、なんかわかんないけど、なんか全く別カテゴリーだから、その
みんなで言う、なんだろうな、家族、友達ってやっぱそういうカテゴリーあるじゃん。私はそこにメンバーとファンの人がいるんですよ。じゃあそれぞれさん、友達全員いなくなったらどうですか？嫌でしょ？家族いなくなったらどうですか？寂しいでしょ？それと一緒の話なの。私はちょっと人よりそのカテゴリーが多いだけでっていう話ね。多分結婚しても旦那の顔見飽きた、どっかにイケメンおらんかとか言うて配信それはあの多分言う多分言うから一緒に探そうねで、それ俺じゃダメかみたいなコメント来ても、お前じゃ無理なんだけどとか言ってそうじゃないあ、うん、お前じゃ無理、うん、お前以外でなんかおらんって言ってだ、難しいよね、その説明が。みんなにはやっぱりそのカテゴリーがないからえ？一緒に探してくれんじゃないの？伝統芸能だよね。いやでもそんな、なかなかこ、なかなかそんな日は来ないぞどうすんの、私がヨボヨボになってさ、あーイケメンおらんかいって言ってたらさ、もうみんないないか、みんな死んじゃったかそうなったらはみんな死んでるか。オッケーオッケー、リュウちゃんの中でもうニアリって言えないものになってしまってるのはよくわかる。そうでしょ、だメンバーとかもそうだよ、もちろんその仕事仲間っていうのが逆によくわかんなくて、だってさ、じゃあ家族、友達、仕事仲間っていうそこまで大切なところには入らないじゃん。うん、仕事で一緒の人ぐらいじゃん。よっぽどなんか辛い過酷な環境で一緒に乗り越えたとかだったらわかるけど、でもなんかあんまそうはならなくない？生きててもくだらけだと確かにそうだよね、ならない、ならないでしょ。それでもなんか私はそれとはまた違ってメンバーっていうそのカテゴリーがあって、うん、やっぱその人たちにしかわからないことってすごく大いにあると思うんですよね。だからなんかじゃあ例えばすごく大事な二択で迷ってる時にどうしたらいいと思うって聞ける、聞いてその答えを信用できる人が私は大事な人たちのカテゴリーに入ると思うんだけど、私よく配信で聞いてるでしょ人生において二択って結構訪れるじゃん。あーこれめっちゃ大事な二択どうしようみたいな、結構聞いてるくない私みんなにねえねえこれどうしたらいいと思うって。別にみんなが答えを出さなくても私が答えを出すまで見守ってくれる人っていうのが私には必要なんだと思うの。だからなんかじゃあ逆に友達とか家族に聞けないことを聞けるし、ここで私は結構得な人生だと思ってるんですけど、
みんなもあるでしょ、親にしか聞けないこととか友達にしか聞けないことってあるでしょ。私そこに追加して2割にしか聞けないことがあんのよそうなるとやっぱりここで相談したりもするし、やっぱみんなが帰ってきみんながいいっていう方の答えにやっぱしてる方が多いか、え、じゃあそうするわって言ってることがやっぱり多いから、答えを出すまで、ま、見守ってくれる人、それは確かに大切ですね。何でも言ってな、にぐまる、にぐまる、まだにぐまるだったんか。数日前に私に結婚を申し込んできた女性がいたけど働いてないので断りだった。あー、逆にそういう国なのかな、もしかしてそういう国ですか。国で違うかもね。日本はさ、どっちも受け入れられるし、結構でも考え方古い人が女の人は働かないみたいな感じなのかな。日本でも今結構共働きみたいな感じじゃない？どうね、文化の違いを少し感じるね。そうでしょ？だから私も国柄だと思うよ。お子さんがいらっしゃるかどうかで難易度も変わるもん。確かに、そっか、そうだよね。だって子供いたら働けないよ、そんなの。いや、私はもう保育所、保育士になるのが夢だったので、子供の世話なんて実習で山ほどやってきたけど、マジ大変だからね。マジで大変。ちっちゃい子好きだよ、好きでも、あ、帰りたいってなる。やっぱり想像もしないことをするのよ。黒いクレヨンでこう顔にお絵描きしたりとか。幼児クラス持ってたんだけど、幼児クラスだと3歳以下の子ねとかだとおむつのままプール入っちゃったりとかおむつってわかる？ポリウレタンみたいな、あのさ、吸水性のある素材がおむつの中にって入ってて、そのまま水に入っちゃったら、ここがギュンギュンになって、しっかりここの腰ベルトのところ締めてたら、あの、それで足がこう、キュッてなって、うっ血しちゃったりすんの。とか、なんか、あの、重たくて沈んじゃったりとか。で、ちっちゃいし、プールもちっちゃいけど、でもすごい危険なのね。だおむつ履いたまま、入っちゃった子2、3人見たし、私、1回の実習で。待って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 みたいな。で、そう。で、なんか、その、先輩のね、先生方に、ああ、よくあるよくあるみたいな言われたけど、でもね、すごい危険だから、ちゃんと見てないと、本当に、あの、大変なことになるからって。うっ血しちゃったりとかして気づかないうちにこう履いてる時とかあるからみたいな。もう本当にだからもう大変だって。その大体プールの後お昼寝あるんだけど、私一緒に寝てたから、ね、幼児と一緒に。でこうやってさ、寝かしつける時ってトントンってやるの。これ本当に寝るからやってみて。あのこうやってやるのってなんでかっていうと、あのお母さんの心臓の音って一定のリズムを刻むじゃないですか。でやっぱりお腹の中にいる時ってそれなりにその振動だったりが来るわけですよ、音とかね。それと似た効果でこうやってやると寝るの。胸とかをさ、こうやってやるじゃん。で
そう寝るんだけど、だからこうやってさ寝かしつけってさ、なんかうめちゃなってそう、そうめっちゃ寝、一緒に寝てた。30分ぐらい爆睡してた私そう、なんかお昼寝どんだけ 寝かせても寝ない子とかは先生と一緒に起きて遊んでたりするんだけど、その先生とその子のあの理科先生も一緒に寝ちゃったねみたいな声で起きたの、うわすいませんってうわーって自習中だったってなって起きた。そうあれマジ最大焦ったね、やばい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 って報告書に書かれる。疲れてた。え、だって十何人こうまず水着を着せなきゃいけないのね、おむつとかつけてる子は取らなきゃいけないし、水着を着せてプールに入れる、そので濡れたままの水着でさこう上がってくるじゃん、でバーって部屋の中とか走り回っていくわけよ、じゃなくてっていう、そうじゃなくてここで脱いでからやってっていう感じなんだけど、でもバスタオルのところで順番だよって言ってもバーって走っていく子とかいて、もうビチャビチャになってそれ拭かなきゃいけないでしょ。で濡れた水着って本当に脱げないの、もうくる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 ってあの丸まったりしたりするから、そうめちゃくちゃ脱げなくて、素材にもよるんだけど、男の子はいいよこうやってズボンだからさ、でも女の子だとこういう肩ひものやつとかあるでしょ、それをさこうやって取ってさ、水着もうみちみちだからしかも濡れてるから、でも自分はさ濡れてもいい T シャツとか着てるけどさ、それでびちゃびちゃになりながらこうやってやってさ、で遊んでる時はもちろんプールに入ってるわけ、それ疲れるよねっていう。でその他その前にも朝からプログラム1番お歌みたいなやつやるじゃん朝の歌歌いましょうみたいなやつやるじゃん。やるでしょ、大型バスに乗ってますみたいなやつやるでしょそうなってくるとやっぱり疲れるんですよね、半日やっただけでもやばいってなって、で私はバカだからその実習の前にバイト詰めてたりするわけですよ。もう寝てないから夜中までこう起きてて、で朝から実習行って死ぬっていう。実習の前にバイトは、だってさバイトのさシフトの方が早く出さなきゃいけないのよ、学校の行事が出るよりも。だからこの日にじゃあ実習ありますよって言われて、うわ前の日シフト入ってるやばいみたいな。スタートから体力が限り、そうだよ、ポケモンで言うピーゴンピゴンピゴンってなってる状態のまま、あのもうねプールに入れ、着替えさせ、歌を歌い、お絵描き一緒にして、積み木一緒にして、で年少さんとの交流みたいなやつやったりして、死ぬでしょ。そう
大変だったな。クレヨンをプールにぶち込む人とかもいるからね、やめてやめてってすごいやめて、なんか色濁ってると思ったら緑のクレヨン入ってんだけどみたいな そんな日々でした。で、ああ疲れた、終わった、やっと実習って思って帰ってきて、で次の日朝からバイト先行って新郎新婦ご入場ですみたいなやって、でー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 ってパン配んなきゃってあーパン配って新郎友人宅にスクーナーグラスでビール、はいはいはい、生6つでいいですかめんどくさいどうせ生ですよね、生って言ってください生だったら楽だから、ブジブジのトレーで6個スクーナーグラスにビールついでくるだけだからってお願いだから生って言ってみたいな。でなんかもうなんか新婦友人だけでもないのにこじゃれたシャンディガフでとか言われた時にめんどくせえ、カクテルカクテルめんどくせえ、シャーリーテンプルとか言われて、知らねえよ作り方なんだっけって、ね、まずまず紙見に行って裏まで、何と何を混ぜてどれ日本語で書いてくれへんみたいなペシェって何、ピーチでええやんってなってた私はねお願いお願い、生ビール6つって言ってお願い、どだって4名宅ならまだしも、あんたら6人この狭い宅にギチギチ座ってんのにこれでカクテル頼まれたら終わる。生ビールが一番楽ですね。一番目指したいのはオレンジジュース、はい、あ2人と、生ビールの人は、あはい、生ビール2人とみたいな、でお前はカクテルみたいな、もうこんな顔して聞いてますよ私、はいはい了解ですって了解ですとは言わない、かしこまりました、それでは確認させていただきます、ビールが2つとそんな感じでした。だから新婦友人宅っておしゃれなカクテルめっちゃ飲むの最悪だよ、新婦友人宅のチームのリーダーになった時にはもう本当に吐きそうになりながらやってましたね。でもなんか大体可愛い子って新郎友人宅でチヤホヤされてこいみたいな感じで新郎友人宅にされるから、私は新郎友人宅を目立ったんですけどおかげでなんかおかげであのすごいいろんな人にあの今の時代で言うセクハラみたいなことを言われ、うん、すごい大変だったんだから、電話番号渡されるわ、本当に可愛い、ちょっとこれ僕の番号なんですけどみたいな、はいありがとうございますってもらって、でかと思えば裏に戻ってふうって一息ついてるところにバッタみたいな男飛んできて、やっほー今日めっちゃ大変だったねみたいな声かけられて、うるせえお前帰るよマジでこっちは疲れてんだよもうってなってるのに、こう話しかけてくる感じがいい顔だけはいいバッター男がいます、はい表でも裏でもかいっつって、で両親お手紙始まったのでドアお願いしますってインクルで言われて、了解ですって言って、お前ドア行くぞっつってドア行って、バーンって開いて、
いや、あそこで人生においての HP を使いすぎた気がする。うん、そう考えると大人の対応のお仕事でもいろんな人がいらっしゃいます。でもね、たまにいるリングボーイとかのガキ絶対によくない。お子さんめちゃくちゃ可愛いの。もうなんかこうやって困っててさ、ケーキ入刀ですってなってケーキパンって言って、こうポーンってやる人はやらなきゃいけないんだけど、シャンパンをね、ウェルカムシャンパンみたいなやつ、ウェルカムシャンパンじゃない、あれなんて、なんだっけ、ファースト忘れた。でなんか継がなきゃいけないんだけど、そのケーキ入刀ですってなった瞬間に音楽大きくなったらパンってやって、こう次に行ってみたいな。でみんなそのケーキ入刀の瞬間を写真に収めたいから前にこうギュンギュンに集まるのね。その間だと卓に人がいないから継ぎやすいの。宅に人がいるとこう緊張して告げない子がいたりとかするんだけど、でもさ、大体さ、ちっちゃいお子さんのいるその親御さんとかはさ、座ってこうやって見てたりするじゃん。で膝に乗せてたりとか、そういう子がね、こう継いでる時とかにこうやって手振ったらなんかやってくんの、かわいいと思って、それで精神を保ってた。今のケーキに言うと切れ味めっちゃ良かった。ケーキに言うともやってたよ。よし乗ってくんですって言って365日なーって流れてる。私の新郎の新婦の お父さんお母さんもこう話しなきゃいけないから、あれなんだ、あれなんだっけ、ミスチルだっけ、言葉の送るラブレターみたいなさ、じゃん、あの曲流れいや、そうね、可愛いガキが超癒しで、そう、ケーキに歌う時はバタフライとか流れてたから、バタフライ今日は今までのみたいで、大体その D メロぐらいのララ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 ラみたいなところからなんか音がでかくなり始めて、幸せとともにみたいな、てててて、みたいな、で、そう、一応盛り上がりますみたいな、バタフライって来るところで、なんか重ねた手に未来を乗せて、新郎新婦ケーキ入刀ですって言ってでパンってやってみる。同じ曲無限に聴きそう、聴くよ。でファーストバイトって言って、あのでっかいスプーンでこう新郎に食べさせるやつがあるの。結婚式行った人は分かると思うんだけど、あ、前は友達いないから結婚式行かないか人も、あのこうやってこうなんかでっかい、ほんとアニメみたいなスプーンでこう一生食べ物に困らせないよみたいな、新郎からはね、で新婦からは美味しいご飯を作りますみたいな、なんだったか忘れたけど、でその食べさせ合いみたいな、ファーストバイトみたいなのがあるのね。でその時になんかこうわーってやってたら、そういうのやる人とやらない人がいる。それはプランによって違うんだけど、やっててくれた方が私たちはシャンパンを継ぎやすいの。だってみんなずっと前に溜まってるじゃん、こっち向いてーみたいな写真撮ってるから。私たちはだからこう継ぎやすくって、シャンパンはこうだからこうやって、そう、今のうちにってやつ。大変だったな。
トーションってなんてんだっけ、膝に引くやつ、なんていうんだっけ、あれをさ毎回バラの形に折らなきゃいけなくてさあーこれもう何回やっても覚えられんわとか言いながらこうやってたな。トーションってなんていうんだっけ、膝に引くやつ、うちらはトーションって呼ぶんだけど、なんだったっけ、忘れちゃった。あれをバラの形に、確かに大変大変だったのよ、すごく。早っ、もう1週間経った。あれもよく流れたよ、アラジン。哺乳はメラリンなんてマイナビューイファルルーナ英語バージョン。あ、テーブルナプキンか。そう、それをね作ってたの、頑張って。でうちの式場は踊るんですよフラッシュモブのサービスがあって、ダンスの練習もしたからね。いや私ダンス習ってたからすぐ覚えられたんだけど、そんなこともあったな。踊ってた、あれの、てんてるてんてるてん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 。あの人たちまだいる？そう、海外版嵐みたいな、ワンダイレクション、そう出た、ワンダイの曲で踊ってました。練習させられた。でなんかその私が嫌いだったバッタ先輩はすごいなんかイキって踊んの、その踊り方も嫌いだったな。なんか出ていく時にこうやって手拍子していかなきゃいけないんだけどねめっちゃこうやって手拍子していかなきゃいけないんだけど、そういうとこなんかハトかおめえはっていう、そうなんかそういう感じで、なんかわーやだーと思って。私ダンス習ってたからさ、その時もなんかこうやって踊る人やだなっていうのが全部詰まった踊り方をしてた。フルコンボだったか、うん、
でもびっくりしたな。うちの式場は踊りますって言われて、ん？バイトのね面接行った日に、うちの式場は踊りますって言われて、踊りますってあー何これ、おライリーさん、またちょっと顔でかくてって入らん、何今の金も肝ギフトお雛様にしてよ、ねえお雛様にして。そうお代理様だとさ、顎ひもが紫でやだ。お雛様ないの、お雛様ランダム、これもしかして、あそれそれ、こういうのほらほら、なんて日本顔なんでしょう。でもこれ、あでもなんかすごいぴったりだ、ここにほら、なんか今緑色のバッタみたいな飛んでかなけ、飛んでかなかった、右側に。やばい、噂をすればバッタってこと、噂をすればったってことねえ、赤いお月はしょぼんぼりにドカンと一発ハゲ頭だっけ。やばい、本当のやつ、本当のやつ忘れた、なんだっけ、本当のやつなんだっけ、赤いをつけましょう、ぼんぼりにドカンと一発、ドカンとじゃない、なんだっけ、え、ばっこりずっぷりなんだっけ、その後、それその後なんだっけ、明かりをつけましょう、ぼんぼりに、なんだっけ、お花をあげましょ、桃の花か、はいはいはい、五人林に増えたい子、これでしょ、明かりをつけましょ、ぼんぼりに、もっこりもこもこじゃなくて、何よ桃の花がどうしたよってやつね、はいはいはい、もっこりもこもこではない、もっこりもこもこもうやめて、下ネタばっかり喋んの、みんなのせいだよ。なんかさ、ここでさ、え？俺ら？とかじゃなくてさ、即座にすみませんが出てくるあたりさ、なんだろうね、もう反論しても無駄と思われてんのかな。リカね、唯一ディズニーで行ったことがないところがあるの。それが C にあるマゼランズの上のバーなんだけど、そうコロナでねずっと閉じてたのかな、でいつか行きたいなと思ってたので、もうちょっと大人になったら行きたいなって思ってたの。なんかそこでしか出してないお酒とかあったみたい でそしたら再開しないまま終了、営業終了みたいな、なくなっちゃったので、
今まだあんのかな、わかんないけど、なくなっちゃって、だからもう二度とそこには行けないんだけど、行ってみたかったなっていう。で、なんでその話をしたかというと、行ったことないのそこだけなの、すごくない？じゃなくてラウンジもとっても良かったから、残念。あ、そっか、ラウンジか。そのディズニーのシーって結構大人なテーマポートだから、なんかそのお酒みたいな、そのラウンジみたいな名前つくところとかたくさんあるの。たくさんっていうか2つぐらいあったり、価格帯が高かったり、お酒いろんなの出してたりするんだけど、そこにね行きたかったんだけどね、なくなっちゃってね。なんか大人になったらやろうって思ってたこととかができなくなってくるから、なんかやりたいなって思った時にやっておくっていうのが大事だなって、それで改めて思った。で、私アイドルの時もなんか今は言えないけど、卒業したらなんか下ネタいっぱい言おうって決めてたのね、心に。でもさ、なんかもしもじゃあイケメンと出会います、出会いたいですって思った時にさ、そういうのがさ出てきちゃったらさ嫌じゃん。だからあのと思って、そう、今はこの話につなげたかったんだけど、そう、なんでそう思ったかっていう経緯が、そのディズニーのそのやつを知って、あ、そうなんだ、じゃあやっぱやれる時にそのやりたいなって思ったことやっといた方がいいなって思ったので、その、まあ、現役の時からちらほら言ってはいたけど、でもやっぱセーブしてたのね、一応アイドルだしと思って。アイドルブレーキは聞いてたんだけど、もう今は何も縛るものがないと思って、そうで、なんか何でも良くなっちゃってるんだけどでもさ、イケメンと出会う時にさ、そういうのが出てきちゃう、嫌じゃん。だから今はまだそんな出会わなくていいから、そのなんかなんか今のうちだみたいなのがあるわけ、私の中でね。徐々に少なくしていこうと思ってるけど、卒業して今こう一番フリーダムってなってる状態の時にいっぱい言っておかないと我慢ならないえ、そうだって、そしたらまた言えなくなる時が来るかもしれないじゃん。もしそのなんだ、イケメンと恋に落ちてさ、じゃあそのイケメンがさ、今日の配信見るねみたいな言ってきた時にさ、うん、分かった、じゃああんまり下ネタとか言わないようにするねみたいな、そんなことは言わないだろうけどでも今のうちじゃない？そうなることがあるかもしれないじゃん。ないな。 Every day I listen to my heart、一人じゃな、ないか、そうだよね。わからんよ、下ネタ大好きな人かもよ。あー、確かにそういう人だったらいいか、そういう人だったら心置きなく、そっか、そういう人だったら言えるか、うん、そういう人だったら開幕、あ、なんかちょっとブラじゃなくてとか言えるか、うん、あ、見つかったよ、無事に。ミュートして着替えに行ってる間に見つけた。
リカちゃんめっちゃ言うのに向こうに言われたらガンガン引きそう。よく分かってんじゃん私のこと。何それキモってなる。自分が言ってなんか笑ってくれる分にはいいけど、でも私もそこまでそのなんかうわきっつってなるようなやつは言ってないから、割とライトなそうライトなあの入門みたいな、下ネタ入門編みたいなやつしか言ってないから。下ネタ入門編だったかえへへ。ね、お茶入れてきていい？なくなっちゃった。1回目のルイボスティーなくなっちゃった。いってら、いってき。オッケーです。あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待って。
メファムの皆様にいただいたんですよ。かわいいプレゼントやプレゼントを、それをでね、本当にさ、人の話聞いてんのか聞いてないのか何なのか分かんないんだけどさ、チケット高いよって言ったよね。なのになんかさ、いっぱいなんかさ、カイロ送ってくる人もいれば、それは言うなったソティオカンなんだけど、イヤリング可愛いの見つけたので送りますとか、いいよ可愛かったしありがとうって思ったんだけど、今みたいなタイミングで送ってくるじゃん。うん、それはー無限壇上編のあの佇んでるフォッカーさんなんだけど、そうとかね。ちなみにまだある。え、なんで、何を、何のイベントで、何のイベントでそんなことになってる。いいよって、美味しいご飯でも食べなはれって言ってんのにさ、ガン虫なんだよね私のことつかない。これもね、もらった、私はいろいろ遅れてなかったから、あ、オッケー、よかった、ありがとうございます。本当に、あ、ついたんじゃない、ほら、なんかちょっと貝殻っぽい可愛いやつ、これももらった。これは誰だったかな、あれだ、乗り鉄のりんごさんだよね、違ったっけ。最近久しくコメントは見てないけど、そう、これをつけたくて、そう、もうちょっと夏だったらあれだけど、え、可愛くない、これ、なんか揺れるやつ、私揺れるピアス大好きだ、ピアスじゃない、イヤリング大好きだからさ、やだ、つかない、イヤリング大好き。でもみんながイヤリング本当にたくさん送ってくれるから私イヤリングここ 1,2 年買ってないからねイヤリングここ 1,2 年買ってない、買ってなくても困らない。うん、なんだらまだつけなきゃって思ってるイヤリングいっぱいある。やっぱりさ、みんなに見えるところでつけてほしいなっていうのあるでしょ。私の耳は、そう、いるんですよ。リカちゃんの耳は私のものだ。なってる子たちがだからやっぱりみんなに見えるメディアでつけてほしいかなと思って、そう、今イヤリングたちが順番待ちしてる何送っていいかわからないから現金送らせたえ、なんで何送っていいかわかんないの。いつもみんながくれるの相当センスいいけどね。あー、あれでしょ、もしかしてちょっと炎上してたやつ。私さ思うんだけど、人から物をもらうって当たり前のことじゃないのね。わかる？なんか
って挙句の果てになんか文句を言うってどういうことなのっていう。そう、むしろさ、なんか私はね、その日用品とかをいただくことが多いんですけど、めちゃくちゃ嬉しいけどね。引きこもりだからスーパー行きたくないしそう、なんかうわあれ買ってこなきゃってならなくていいぐらい、あの、あ、2割は狂ってるから、あのいっぱい量で勝負してくるんだけどあのそう、いっぱい送ってくれるじゃん。で、私もストック強だから、ストックないと心配不安になっちゃうからいっぱい買っちゃうんだけど、だからなんかさ、ああいうのとかをさ見るとさ、なんか悲しくなる。だってその人のことを思ってさ選んでくれたてるわけでしょ。その時間もさ結構さプライスレスみたいなところあるじゃん。私はどっちかっていうとそっちの方がなんか嬉しいというか、まあ、もちろん物も嬉しいけど、そのなんか私のために何が必要かとか何が嬉しいかなって選んでくれたその時間が、私は私に使ってくれてるわけじゃん。その時間嬉しいなって思うし、なんか当たり前のことじゃないから、こういう仕事をしてたってそれは人間としてなんでもらえることが当たり前みたいな感じなんだろうって思っちゃって、びっくりした。そう、でも2割は狂ってるから、あのあれで、あれには当てはまってない。そのなんかあれって要はいらない安物を送ってくんなって言った人が炎上してたわけでしょ。2割は安くても量がバカバカバカみたいに送ってくるバカバカたくさん送ってくるからあの決して安くはないしそ、業者ないよ、私小売業者だっけみたいな。で、あの2割って卸売業者だっけみたいななんかほんとそんな感じになるから。だし、あのもともと私はえこれいらないみたいなセンスを疑うようなことはまずないし、もらうだけで嬉しいと思ってる方だから。あとみんなはセンスいいから、あのない、いらないものとか別にだから2割にも私にもあれはちょっと特殊すぎて当てはまらないねお互いに。うん、2割はね狂ってる人じゃなくて業者に卸してると思ってるもん。私に送ってきてるんじゃなくて、私という業者に卸してるリガちゃん本当物を大事にしますよね。尊敬です。私物持ちいいよね、わかる。だってあのさ、冒頭で着てたドーナツのパジャマもアイドルになって1年目ぐらいの時にファンの方にいただいたやつなんですよ。7年着てるジェラピケきっと最近もらったピカチュウもあれだよ、多分10年後も着てるよカピカピのピカチュウ、カピチュウになってるけど着てるよ多分。あとなんか私のファンの人でハンドメイドでアクセサリーを作ってる方がいらっしゃって、でその方がなんかお誕生日の時に毎年なんかパックでいろんないっぱい送ってくれるの、作ったやつを。でそれをつけてたら本当に
あ、イヤリングとかね作ってくれるんだけど、その人、そう、それも最初にもらったのが2年目の夏誕生日とかで、そこから何年もくれるけど、まだ2年目の時にもらったやつも未だにつけてるからね。なんか私はなんかね、もうこれは良くないんだけど、捨てられないのなんか思い出も一緒にさ残っちゃわない？写真撮るの好きだからかな、この時つけてたなとかって思うと、じゃあそのイヤリングだったりを思い、その見るたび思い出せるわけやん、その思い出を。これの時もつけてたな、これの時もつけてたなって。そうだからずっとつけてるアクセサリー買えないし、そう、耳はねよくあのつけたり外したりするけど、なんか思い入れがすごくて捨てられない。うん、プラスだって人からもらったものだったら、この人が選んでくれたやつだとかさ、この人がくれたやつっていうのもプラスされるわけじゃん。そう思うとやっぱ捨てられない。でもなんか服はさすがに居住スペースを奪われてるから今服になんかそのウォークインクローゼットがウォークインできない話は知ってますよね。私の服埋もれてて泳げるんだと思う、あの服の中。うん、私のウォークインクローゼット開けたら致死量の服が入ってて、そうで、だからウォークインできないから、新しく買ったんですよ、ワードローブを。でそのワードローブの中も今いっぱいな状態で、どうしてこうなってしまうんだろうっていう。そう、プールクローゼットなの泳げる、泳げるの、スイムインスイムインクローゼットなんだと思う。普通にはウォークインはできない。なんかさ、何の歌だっけって思って思い出せない曲が一曲ずっと頭の中でリピートしてるんだけど、まあ何の曲だっけって思ってるんだけど、なんかこれ多分歌えないやつでカテゴリーで言うと J みたいな。そうそう、でみんなにね、ね、この歌なんだっけって聞きたいんだけど聞けないのが悔しくて今すごいもどかしい。そうそうそう、もう何も言って J-POP の J かもしれないじゃない。そう、歌えないんだよね。なんだっけこの歌、何のやつだっけ。ジャカルタの J かもしれんし、ジュジュの J かもしれんしジュディ&マリーかもしれんし、思い出はいつも綺麗だけど、それだけじゃ知らん。
あの人の涙も思い出せないの。なんだっけ、これ何の歌だっけな。今頑張って必死に消そうとしてるけど消せない。7時過ぎぐらいに終わりますね。19時20分ぐらいに終わろうかなと思ってます。はい、あと1時間ぐらいできるね。プリソン歌わなきゃ顔出ししてるから。何やねんプリソンって。でも決まりだから守んなきゃ。すれてると思われる。そうだよ、何にしようかな今日プリソン。ねえねえ、そんな顔をしないでこっち見てよって何だったっけ。これが最後じゃないかキスをしようよみたいなやつ。バイバイバイか、バイ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 、あ、もっともっといい人を見つけてやるわ。これって何？ノースリーブス？バイバイバイってカタカナだっけ？バイ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 、涙バイ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 、ピースもっともっとみたいなやつね。それ歌いたい。あるかな、ないか、公演曲だもんね。バイバイ、あ、なんかすごい。バイバイバイ？ん？ないや。ない。ノースリーブスで検索したら出てくるかな。あれ？ノースリーブスがない。あった、バイバイバイない。わ、ないんだ。唇触れずってどうだっけ。一瞬だけでもか、僕のものにしたいよ、なんとかかんとか、なんとかかんとか。はあ、ないや、ボイ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 、キランチューンに
なのに寝なかった。ピエピエの森だね。え、みんないなくなった？一緒にプリズム探してよ。ねえ、いる？ A のアルカイネ検索しておりました。あ、そういうことね。アンサーならあるよ、アンサー。僕にはそれが一つのアンサー。ちょっとアイドルボイス忘れちゃった。どうやって出すだっけ一回今。僕にはそれが、ね、どうやって送って、どうやって出すだっけリカ。レコーディングの時どうやって歌ってたっけ。憑依させたら誰を、自分を。え、どうやって歌ってたっけ。アイドルだなって思う人。アイドルだなって思う人。自分一旦どっかに放置。そうだよ。アイドルだな。左腕を歌えばいけそう。左腕はもう歌い飽きた。歌いすぎてる。アイドルらしさを思い出そうの回にしよう。女の子の夢はとか歌ったらいい。じゃあアンサーでアンサーを出すわ。うーまいこと言わんでええねん。でもこの曲忘れちゃった最初。どうだっけ。僕にはそれが一つのアンサー。永遠に君を守りたいんだ。ちょっと違う。光目が降りてこない。あOh, oh, oh, oh. 近くにいるそれだけで胸を苦しくさせるものは何だろう。言葉では伝わらない。こんな熱い気持ちは初めてなんだ。でも君は知らない。全然違う人だったらいけるかな。その眼差しの向こうには時に悲しい景色見える日もある。慰めじゃ埋められない。そんな震える肩を。誰これ。なぜ君は
かちゃんどこ行ったの？アイドルリカちゃん知りませんか？なぜに今を教えられた？いつかのために愛があるなら、その日が来るまでこのままでいい。君の心が折れそうな時、運命のようにこの手の場所を与えるだけの愛があるんだ。何にも知らずに微笑めばいい。僕にはそれが一つのアンサー。気づかせたくない切なさの距離。レインボーブリッジ封鎖できません。どうしたらいいんですか？ねえ、どっか行った？リガメン、リガメン見つけてきて誰か。なんか寝起きの寝起きのっていうのがポイント。リカちゃんアイドルだったの？そう、私は昔ねアイドルをやっとったんじゃ。一回福山入れたらさ、思い出すかな。いや、なんかあるんだよ。一回すっごい違う人を入れたら見つかるみたいなことが。逆にね、これじゃない、これじゃない、これだってなる時があるのよ。なんかチャンネル合わせに行く。リカ姫が見つかる曲を知りませんか？福山入れたらずっと福山だったけど。そうだね、確かに。重力？重力？重力はあれだよ、卒コンの良き思い出として取っておこうよ。だってほら、おばあちゃんで上書きされちゃうから。でれれれんでれれいくか。でれれれんでれれてんてんてんていくか。これだ。リカ、これユキリンさんのモノマネできる。ちょっと待って、まだまだまだリカでいかない。知り合ってからもう半年、二人の距離縮まったから
リスペクトです。先に言いますけど。やってそうだよね。好きですと言えなくてカラコンウィンク。カラコンウィンクでさ、お代理様やめてくんない一瞬で伝えたい。こうやってやるよね。右目からだっけ I love you カラコンウィンク外あなたにサビしか分からんけど、ゆきりん方でしたあと誰降ろせるかな、私48だったら。いないな。ちょっとだけあのさよ姉さんのあ朝の空を見上げてもうちょっと低いか、うん、朝の空を見上げて、ちょっと似てない？今日という一日が そっとお願いしたえ、ちょっと似てない？似るよね若干指原さんもできるけど、指原さん怖いからやめとく同じ事務所、同じ事務所怖いからやめとく。なんか言われそうだから人づてにちょっと怖い怖いなって感じ。そう、近いか、近いとねより危険度が高いからやめとこうかなみたいな。そうそう、直だから、来るとしたら直だから。経由経由だったらちょっと緩和されてるけど、あの直だから一本で行けちゃうから。電車みたいに言うけど、あのなんか違う事務所だったら乗り継ぎ乗り継ぎじゃん。だけどその間にちょっと緩和されてるけど、衝撃が。だけど直で一本で来れちゃうからそうそうそう、直通電車はちょっと怖いね。お腹鳴ったね。お腹鳴った。お寿司食べたい。お寿司か焼肉、あラーメン、オムライス、ハンバーグ子供、子供、ハンバーグ、ハンバーグかオムライスか
なにこの人悪口？おめえだよ気持ち悪いの。自撮りおじさんってやばいからね。あのアイコンが自撮りのおじさんにあの X で絡まれたら即座に逃げてください。やばいから、総じてやばい。え、わかるでしょ言いたいこと。自撮りおじさんやばいから。何がいいかな。AKB だったったらたら48でいくと、え、これいいんじゃない？これちょっと思い出せるんじゃない？これも歌ってたんだよ実は。みんな覚えてないだろうけど実は。歌いました。あんまり思い出してもらえないけど、ある日気づいた現実は僕は若くないってこと。はっきり構えて拗ねてても人生を無駄にするだけ。窓ガラス石を投げたって人も社会も変わらなかった。無力は自分に腹立つ。青サイロックの負けた。あんなに叫び続けて戦った。情熱はどこに消えた。ハウスとマイクのせいか。しらけてしまった僕はいつの間にか大人になってた。たった一人の抵抗は損をするって学んだ。牙を抜かれて虚勢され従った方が楽だよ。絶対に間違ってはいないよ。信じてたものは愚かな理想さ。アウトサイドロックの負けた。あんなに叫び続けて戦った。情熱はどこに消えた。カウントマイクのせいか。しらけてしまった僕はさてね、かねね、さね、夢もね、ねえねえねえ、諦めて後悔ねえか。まだまだまだもっとやれんじゃね。10、10、1、2、3、4。この歌いいよね。めっちゃ好きなんだけど歌詞。なんているの角は今でもこれは出るはず。怒りはこの目でくすぶってる。かすれたチャンスのせいか。なぜかの頃よりもずっとベルトにぶつけたくなる。青サイロックの負けた。あんなに叫び続けて戦った。情熱はどこに消えた。カウントマイクのせいか。しらけてしまった僕はいつの間にか未来の自分なくしてるか。青く咲く いい歌。
その歌めっちゃ好き。好きやで。朝の空をいとか、そっとお願いした時には次の歌ありの人わかんないけど、これも真似できる。雨も降って涙も溢れるけど、思い通りにならない日は赤さ。え？なくなったんだ。一旦下ろしとくか。あ。ちょっと低いんだよね、やっぱ。じの声が。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど、思い通りの中を力の限りただ
ふーん。この歌疲れるんだ。この歌カラオケで歌うと疲れるんだ。ふーん。初めて知った。ねえ、昨日さ、こんぐらい、こんぐらいさ、ここからさ、髪の毛が出ててさ、あ、目に髪の毛入っちゃったんだってなって。しかもなんか、こうやって、こうやって出てたの。こうやって。だから、あ、目に髪の毛入っちゃったんだ、まつげかと思ったけど、長いから前髪とかかなと思って、ピーって引っ張ったらこんな長い。えって思って、まだ出るまだ出るまだ出るみたいな。でそれを撮った後からめっちゃ目がクリアになった。なんか左だけずっとかすんでたの、こうやって、なんか見えないみたいな。それを撮ったらめっちゃスッキリして視界がクリアになった。え、そう、この話をするとなんか嘘じゃんみたいな言われるんだけど、本当なんだって。でもさ、自分の目から出てきたさ髪の毛写真撮らないでしょ。だから目に傷はなかったんだろうか。なんか見てみたらね、白目がちょっとだけね、なんかへこんでて、髪の毛があったところに、こうやってやったらこの辺が、下のところが、そう、だからずっとここにいたんだ一日って。怖いよね。なんか怖い歌なかったっけ。僕はここで何をしてるんだ。みんなが忘れてる歌ナンバーワン。なんとかかんとかで。え、ちなみにさ、あれは入ったのも、カラコンビンカソート、あなたに、まだだわ。もう全部歌いまくったな。こんな、怖い歌。いつも、冷静沈着北村春夫。じゃ、いつも冷静に、なんだっけ、勤勉に最高のパフォーマンスで頑張ろうねみたいなやつ、なんだっけ、いつも礼儀を重んじろ。なんだっけ、忘れちゃった。憧れていたステージ、体感性悪質どれ
夏、懐かしい。私は両立は諦めてません。学校とレッスンの両立できてました、器用なんで、はい。あとは一人だけ踊れずに泣いた日はないです。いつも踊れてました。あとはライバルが輝いた日はありません。私が一番輝いてました。あとはライバルとかいません、一強だったんで。あとは調子乗り、うん、うまく歌えなくて泣いた日なんてありません。うまく歌えなかったら練習をすればいいだけなので泣く暇なんてありません。はい、いませんけど、はい、全部当てはまりません。私最強なんで。嘘です、すいません、前言撤回させてください。嘘です、ありがとうございます。まあ私とかは努力型っていうか天才型だから。殺していいぞみんな、そろそろ、うん、何歌ってたっけ私よく。シャワーの後だからね、おつぼねね。これ私が歌いたかったのに結局クラクラで2人に歌わせて終わってたやつ。この歌大好きなんだけど私。可愛くないこの歌。歌いたかった。
愛い子の歌。あと私の声質が合ってる。ゆなこにあげちゃった。好きなのよこの歌。可愛くない？可愛い曲ねえ。めっちゃ好きこの歌。ドンチドンチドンチ。もう20分だよ。ほら誰かほらあのプリソンをプリソンこうなったら48で探してやるか。まあ直通だけど怒られるかな。プリプリしたらなんとかなんとかなるんじゃない。ほら永遠プリッシャーとかどう。永遠プリッシャーとかどう。私にプリプリしないで、理想のプリプリになんて、きっとプリプリプリシャー。バレないバレない、これぐらいならバレない。
花と言われたくらい愛しさは勘違い、見かけとどこか違うわ。ちょっと合ってる。